キューちゃん、ちょ、何ですか橋本さん。この際言いますけど、橋本さん。ああ、それ、まあまあ、会期云々の前にまず物質的な脅威に対処しないとまずそうだ。ほうきで相手に10案くらえ、うん、うわに、肉の仮面ひるむな。デブ以外は女と、ひどい、うおくたばれ。でやおい、おりゃよお、私結構やれる。いい筋してるね。だ、大丈夫かし、よっ、こうなったら、にゃーっ、ほらー、知ってたかしら、フレイルはね、農具が原型で、女子供でも兵士ぶっ殺せる、有能な武器なの。くそキリガン、まずいです。こうなりゃやってやるわ。っていうか、春明さんも戦ってよ。だりゃどうやらあちらさんが話があるみたいだよ。貴様ら、何も、どうやら、妙に事情に詳しい。当然、生きて帰れる。こっちのセリフよ、偽物。一体何なんです？返答。ああ、すみません。あなたも超愛。彼に今、橋本。まあ、妙。本当、あなたにはかなわないな。さて、三車家の者に、古き山のこの言葉の意味がわかるなら聞け。かの神はよみがえった。狼は死に、影たる狼も死んだ。狼は去り際のたまよって、貴様帰って皆に知らせよ。もはやこの山に死ん長者家は、それまで身を正し待つがよいと。何時たぞ。春明さん、どうするの？神ならず、ウニもあらずば黄昏れ。うべしいかでか、神とがむべき。ふん。神さびて、神なきにせる家具土の。あいつ。うん。神さびて、日の家具土は、燃え盛る体が生まれ落ちるときに、家具土。家具の土。大和は大和、鳴る神。山を眺めても、神の力の啓示はなく。大和の国に、お前がなれる神はない。そういうことかしら。
まあ、割とそれは日本神話っぽいわよね。どういうこと、間宮さん。聖者と死者の領域が国で区切られてる。ほら、イザナギだってそうだったじゃない？人も神も死ねば黄泉の国に行くのよ。愚か。うるさいな。言ってやるからしかと聞け。我の名前は、ヨモツオオカミ。何時申せしは、何時、オオカミならば、我もまた、オオカミ。いや違う。ここは伏吉じゃない。ヨミだ。ここに僕とあなたがいるからには。ふん。さらば。次なる夕霧の日、来たらば、我ら、す、いなら、なぜなら今日を最後に、いかなれ。ならば、僕とあなたの、あなた方の物語の、続きを語ろう。良きかな。だから僕もあなた方黄泉の国を経由して遠いところへ。迎え火の拓や煙の霧立ちて、雲となる。と、さあ、今の歌はちょっと。愛わかった。だから言うたじゃ。当主に逆わらんのが荷車の習いと、バカせがれに若造なれん芝居よ。報道し保健所が来たら、えらっ。まあそうなった時、こんな時まで安水の足元を見る。千恵美ちゃん、そういうわけ。富士吉村の人たちにはそれでも。待って、まあ待ってよ、やめてよ、こんな大スクープ。なんだかよくはあの人たち水どうにもならなかった。橋本さん、いつものどうもきな臭いからね。そう警戒す、数日のうちに新聞にでも。ほれ、何を腰を抜かしておる。そこらに転がっとるもんを起こせ。撤収じゃ撤収。おじい様、
車に。さあさあ、引け引け。おじいさん、現当主はまだ荷車知恵美の実父のはずだ。わかんないよ、先代はよそで暮らしてるって。あった、そういえば戦時中にあった宴からし霧が出なかったんじゃ。やめよ、荷車にいい人がいたかも。わかった、それより今は事情を聞く気まん。あ、宝生九子さん、実は僕。嘘、初めて自分の記事の。まあじゃあお二人の車まで道す。よし、こっちには違法改造ショットガンナーがいますから。ちょ、やめ。つくづくいい性格の人のようね。いいわ、とことん付き合おうじゃない。超遅えよ。ごめん、もう。ああ、問題。よかった。したよ、何人か。申し訳ない。ああ、この人、ただの人。てめえ何言ってやがる。つうか、いいの。このメンバーにはバラし。ああ、そうかよ、道理でてめえ。と、忘れるところだった。野里さん、これ、僕は演技に使いましたが。なんと、中には骨もありました。きちんと整理して埋葬。受けたまわった。ま、多分そのうち適切な人材が現れますよ。そういえば、もう勝原のホテルに着いた。そっからし。マジでどういう組織。正義の意す。元カノ言うなバカ。まあてめえにも。は、こ、言い方が悪かった。まあ、じゃあ着去は解除しとこ。着去かよ、つくづくひでえとしか言いようがねえやつだよお前。僕はまともだ。あ、いや、ああ、三沢峰三辻、最近破局した噂の元カノで正義の味方をやってるらしく。ここ、なんつう紹介してんだ。三辻、芹沢千恵美さん、誰かさんの陰謀でループ地獄にはまった中で一瞬付き合って別れた噂の元カノで、エア殺。噂じゃないっていうかやめてよ、あの相談。まあその辺のあれは俺のせいもあるし。何、僕をけなしとけばいい。いいからもう寝。お風呂も不在し。なんだよこの。いやもう全く。あんたが保護者か、春秋。あんたはバイクあったけど。いや、ここで別れる。そうか。え、バーカ。私は、私らのことは気にせずに素直にな。たまには社に詣でに来。むー、はるちゃんはこっち向いて。は、またいずれ。ええ、他のみんなにも。じゃ、いいや、おやすみ、さよなら。バーカ。
なんてね。寝すぎだよ春秋さん。さあさあ早く遠くへ連れてってよ。人狼なんているわけないじゃないか。県郡富士吉村で勝原地方のペット業者が破産。これだけか。新聞見ろって割におとなしいな。やあ、自称春秋。いや、大学院生らしからぬいい。おかげさまで。あ、これ。あ、ご丁寧にどうも。生子千恵美先生はさっきいっぱい人が出てきたからオートロックはそれで抜けて、玄関はなんか開いてたよ。知り合い？編集。実はさっきから憲法だ。え、作家さん？いこれ、あ、こっちは全部作家。本名はどうせ全部決めでしょ。っていうか、不在証明、アリバイのことじゃない。ふざけたわけじゃない。あれは仕事。根底がふざけてる。っていうか何それ、人気小説家？人生の勝。一応締め切りと編集者と文才の本名は みっちゃんに住所を聞いて。みっちゃん、みつじさん。なあいつだけはやめとけって。いい、いよいよあれから5社ほど。おお。大学は軽く。もうそんな。ちょっと気分転換が必要だな。そういえば二血してくれるっていう。ああ、千恵美は夢の中とは思ってない。いいのかな。目の前にいるのはループの中で3人の女子に手を出した。あら大変。じゃあそばにいなきゃ。言うじゃない。どう？色趣味はお互い様でしょ。
一本取った？じゃあ先に10本取った側の言うことを何でも聞く。やったな。ちえみちゃんはここから先は一歩もあげない。一緒になったら二人でどこまでも狂っちゃう。だったらちえ、優秀な対戦相手ね。いい度胸。じゃみっちゃんの別れてから買ったバイクですから、ヘルメット。そっかそっか。なんだろう。ネットかぶる前にずっと我慢してたんだから。そんなん言われたらするよ。おめでとう。君はこいつに。おめでとう。春秋さんは生まれて初めて宙で敗北か。行くぞ。はーい。わお、結構座り心地いいんだ。速度はあんまり出ないけどね。足はステップ。オッケー。運転中に誘惑してこないように。それは夜のお楽しみでしょ。やったぜ。まあ自称春秋さんがまた一応整備もちょっと勉強したぞ。春秋さんは調子に乗るとカッコ悪くなりがちだ。知恵美はラリってぶっ殺さないように注意ね。わお、ツーだ。あとは二人とも違いない。じゃあオッケー。その壁を貫いてもう何もない道へ、アクセレイタビー。
よう、大将。ここまで至ってくれて、今、一つの長い長い悪夢の夢の専門家として、大将の手を煩わせたのは申し訳なく思うが、それに、犠牲者はゼロじゃなかったが、どうやら、天網開会、仮に人命が助かったとしても、かわいそうなことになる奴が、まさか、こいつまでなんだかんだで助かるとは。サメザメ、サメザメ、はめられた。しかしお前、一体どうしたあなた。春明の奴の契約執行は間に合ったはず。それは、あなたは知っておられるでしょ。お、おう。ん？もう終わりじゃなかったのかって。おいおい大将、レイジングループ事件は完全に終わったが、大将には。ええ、とても良い趣味のお楽しみが。本編で一杯食わされた私もこれにはだ。トゥルーエンド。前から思ってましたが、その代って俺だが、どうかしたか。いえ、ボス。エンディング内容についてはここでいろいろ言うのも野暮。フルーエンドに到達したことで、すでにオプション内に暴露モードの項目が発生してると思う。まあ、なんだその棒読み。これをオンにすると本編の各所に爆、はあ、暴露シーンとは、本編では描かれなかった春明の視点外の特に3、読みや5、基地での。おめえ、ええ、はかなくも不可思議な一ヒロインの仮面の下に。いや、暴露される数々のドジとかバカとかシワ喧嘩とかむっつりスケベは、暴露シーンには本編からこぼれた。それこそ私があの暗闇の中で、あるいは謎めいた春明、あとは羊様と春明様の冒頭から繰り広げられてた。てめえ反撃かよ。しますとも反撃。第一あなたはよくも、おめえにだけは言わというような、リカ子と羊のやりとりも。そんな暴露モードだが、これを今すでに出てるはずだが、各ルートに入った時、各その星は暴露シーンがあるチャプターに。あら、私が読んでいる暴露モードがオンの状態でそのチャプターに踏み込むと、まあまだ見てない暴露、ちなみに未読の暴露シーンは既読スキップに引っかかるから暴露シーンだけよ。なるほど、すでに読んだ箇所は高速で流しよ。ああ、もちろん全文じっくり読み直してもらえればさらに味わい深い。ただ注意点として、暴露シーン既読がつくのはあくまで暴露モードオンで、星が星になったから。それと次の選択肢まで移動を使うと、全編にわたり散りばめられた暴露をお読みいただければ。そういうこった。が、お楽しみ。タイトルにあるエクストラを見たか？あそこに並んでるのはどれも全部まとめれば結構な分量。ああ、例えばこいつが本編のあ羊様の属する組織のことや。そういうこった。ちなみに女ハンター VS 事件が終わって裏表のない日々を過ごす連中、俺含む。お、めでて。さてさて、万節を汚すことになっていな。まるでこれで終わりみてえに言うな。幸いにしてこれを読んだ皆様、ぜひ脳内でリカ子およびリカ子を大活躍。おめえが言うと冗談にならねえ。これにて一件落。ええ、レイジングループをかの三峡の緑よりも深く。それでは皆様、大将さようなら、ペコリ。